北海道ルモイ軍の一ルモイ軍は、北海道ルモイ新公局の軍。人口2960人、面積627.22桂平方メートル、人口密度4.72人桂平方メートル。以下の一町を含む。1879年に行政区画として発足した当時の軍域は、上記一町にルモイ市を加えた区域にあたる。 江戸時代のルモイ軍域は西江戸地に属し、慶長年間頃から正木藩によってルルモッペ場所が開かれていた。江戸時代中期の天明六年にはルモイ神社が創建されている。江戸時代後期になると文化四年国防上の理由からルモイ軍域は天領とされた。文化五年にはルモイ支配人山田や文衛門によってウリュウエッツと呼ばれるルモイからニセバルマ。 絵体物を経て石狩川流域の白里下に出る、約25里の道が改作された。また、北見国草や軍方面へは、沿岸部を陸路で通行でき、ルモイ場所に馬を配置する際は、北見国経由で送られていた。文政4年には、一旦、正木藩領に服したものの、安政2年再び天領となり、庄内藩がルモイに出張陣屋を築き警護を行い、 同六年の六半分量により、省内半量となっている。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、ルモイ軍が置かれた。軍名の決める際に、松浦竹代は読みを、ルルモイと提案したが、開拓史公文録では、ルルモッペとなっていた。後に、現在の読みである、ルモイが定着する。 北海道1.29町村制止工事のルモイ郡の町村ルモイ市、小平町とマシケ郡マシケ町は、ルモイ南部3市町合併協議会を2004年7月に設置し合併を目指していたが、合併協議会は2005年2月に解散した。ありがとうございます。